こんばんは。急に配信予定に入れたからあれかもしれない。急に入れちゃったからごめんね。急にやろうと思ったの。申し訳ない。全然。見れる人だけでいいからね。こんばんは。ゆるーくやっていこうと思います。急に違うの、ごめんね。急にね、やろうと思ったの。ちょっと今やれると思って。申し訳ない。ありがとう、それなのに来てくれて。喋るんだっけ、忘れちゃった。モバメ撮ってるよ、ありがとう。変なことしか送ってないよね、しおり。モバメ今日ね、茶髪っぽく見える写真送った。あと何送ったっけな。ポケットティッシュの話もした。あと合唱曲の話をした。毎日変なのしかしおり送んないの。帽子かわいい、ありがとう。安いやつだよ。終了は、そう、配信時間が1分遅れて申し訳ございませんって感じってか、申し訳ございませんなんですけど、どうして遅れたか当てられる人。部活疲れた、お疲れ様。どうして1分遅れちゃったか分かる人。寝てたからじゃない、寝坊でもない、ご飯食べてたわけでもない。ディンディンディン。みなみさんのね、写真集を見てたの。いたずら。可愛くないですか？写真集見てたの。あ、買ったよって人いる。昨日かな、発売になったんですけどね。もうやばいよ、すごい可愛い、すごい可愛い。見た人いるかな。すごい可愛いんですよこれ。びっくりしちゃった。本当に可愛い、すっごい可愛くないですか。5冊買った人いる。もうね、まだ見てないって人、本当に見た方がいいと思いますよ。すっごい可愛い。あ、明日私会なんだ。さっき届いたよって人も。すごい可愛い、本当に可愛かった。好きなとこは？まだね、修理は写真集は5周ぐらいしてから好きなとこ決めてくから、まだね1周しかできてないんですけど、もう全部可愛いけど、ここおすすめっていうの結構ありましたよ。でもね、みなみさんはね、いろんな表情してます。すっごいいろんな表情してるから全部可愛い。あ、1万人もありがとうございます。こんなに来てくださると思わなかった。そう、お久しぶりです。すいません、なかなか握手会とかでもずっとショールームやってって言われてたのに。あだ名は久保ちゃんです。ずっとショールームやってって言われてたのに全然できずで申し訳ない。今日もちょっとしかできないんだけど、すいません。学校終わりお疲れ様でした。あれ、46時間テレビもありがとうございました。なんか番組の中でエンディングの時に、なんか46時間テレビのスタッフさんが調べた、なんかトレンド入りしたワードみたいなのをこう集計してくださって、それでなんか久保ちゃんが電子代でトレンド入りしたらしくて、
かった、ありがとう、見たよ、ずっと見てたよ、全部見たよ、よかったよ、ありがとう。電子代は恥ずかしかったな。本当にね、憑依型なんですよね、あれ撮ってる間本当に、なんだろう、 OK ですってなった瞬間にハッて我に返るんですよ。恐ろしい。あえて1秒も見なかった。わあ、シンクロニシティの MV 見た、もちろん。よし、あ、大阪で握手会来てくれるんだ。初めて見に来てくれた人いる、ありがとう。歌歌って歌わないけど、あの音源解禁されたの言霊法聞きました。ずっとね、最近4人同じ現場になること多いんですけど、与田もも山下久保ですっごいずっと歌ってる。一人で空を見上げて、誰かが歌うと絶対誰かがブツブツ言ってるって歌います。ももちゃんのブツブツ言ってるが可愛すぎてずっと言ってるの、ずっとブツブツ言ってる、超可愛いよって言って、絶対だから誰かが一人で空を見上げて歌って、ももちゃんに歌わせるブツブツ言ってる、可愛いだよ。言霊法早くライブで披露したいな。シンクロニシティもすごいいい曲ですよね。なんか歌で転調する曲が好きなんですよ。でなんかラッサビ前76分の1になった気がする、きっと誰だって誰だってあるだろう、不意に気づいたら泣いてることなど、理由なんて何も思い当たらずにのところ歌ってるんだけど、すっごい好き、そこ高音気持ち、アゲンストも聴きました、ずっと聴いてる。最近20枚目の曲ずっと毎日聴いてる。最近私が聴いてる曲、20枚目シングルの曲か合唱曲のどっちか。わ、1万5000人ぐらいも来てくれた、ごめんね、本当に急ね。握手会来たって人って覚えてる？シューリー結構覚えるタイプかもしれない。でもなんか一回、いや、なんかね、すぐには覚えられないから申し訳ない。どうやってやるんだ、どうやって配信するんだっけね、忘れちゃった。鉛筆今日はないんだな、申し訳ない。髪サラサラありがとう。でも風でもうなんか風にやびた。星の王女様まだ行けてないんだよね。え、声ちっちゃいんだし、より確かに今日は声小さめかもしれない。あー、オッケー、今日先輩に会いましたよ、楽しかった。これどうやってやってたか忘れちゃったな。どんぐらいの感じでやってたっけ。え、どうやってたかすごい忘れちゃった。なんか感覚的な問題なのかな、もうね、どうやるんですか。
誰か教えて。最近なんかさ、なんかね、綾乃がねカラオケ行ったんだって。でなんか不眠症を歌ってくれたみたいで、写真送られてきて、今度一緒にカラオケ行こうねって話しててね。そう、ハモリハモろう、新しい花粉も歌ったって言ってくれて、じゃあ今度デュエットしようねっていう話もしてました。いやもうね、全然配信時間ないんで、もうちょっと綾乃は吉田綾乃クリスティ。終了、花粉症じゃないんですね。どうやってたんだっけな。あ、富士急来てくれた人もいる。ありがとうございます。教えてスカートマン、トキトキメキメキ、超ダンスかわいい、超かわいい、本当になんかもう踊っててみんな笑顔、もうみんなすごい笑顔、すっごいかわいい、踊っててみんな楽しいって言ってました。楽しみにしててほしい、本当に。今初めてカメラ見た。 MV もねふわふわしてる、すごい、こっちもかわいい、もうなんて言えばいいんだろう、もうかわいい。スキンケア教えて。スキンケア、私化粧水、最近コットン使い始めたけど、化粧水して美容液やって乳液やっておしまい。パックはできない肌みたいです。知恵のはできなかった。そう、肌質大丈夫だった。あ、意外と白肌質好きだから全然大丈夫だった。ペン回しはできないんだな。知恵の輪は解けなかったでしょ。じゃんけんぽい。はい、ひょっこりはん。あ、違う。はい、ひょっこりはん。ドゥルルドゥルドゥルドゥルルル、ナイスひょっこり。ドゥルルドゥルドゥルドゥ、リリ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 。それ、そっか。人狼はこの前現場が4人、与田桃山下と一緒で、桃子がね人狼しようよって言い出したので、いや、やろうって言って、でも4人だとなんか役決めてすぐなんか人狼の人が誰かをあれなんか倒しちゃうから、紙にね人狼1市民3で書いてくじ引きして、じゃあ用意スタートでやったの。もう超楽しかった。意外と続きました4人で。みんなね、みんな下手なの、みんな全員、私も含め全員下手だから全然終わんないの。みんなで、え、絶対誰々ちゃんだよ、絶対誰々だよとかって言ってたらね、もうみんな外れて全然進まなかった。超楽しかったよ。コンタクト透明なのしてます、目が悪いんだよ、しおりは。ワードウルフ一時期すごい3期生で流行ってたな。モバメ撮ってくれてる人いっぱいいるみたい、ありがとう。しおりモバメで何送ってんだろうな。結構でも3人姉妹の話題とか
なんか前ブログでイリーヌの写真ラストとか言ってたけど、モバメではガンガン送ってます。すっごい送ってる、ガンガン送ってる。野球部でも流行ってた。頑張れ野球部。今3期生で何流行ってるの？何流行ってんだろうね。今日のラッキーからみんな忘れちゃったな。ねえ、話し方忘れちゃったよ。忘れちゃったよ。ゲームしないかな。最近すごい歌いたい衝動に駆られましてね、最近ずっと歌ってるんですよね。私部屋にいると歌っちゃうのよ。今日喉の調子が悪いから、また今度配信した時に歌うからよろしてね。なんでなんか喋り方がさ変なんだよ最近。テンションがおかしいみたい。2万人もありがとうございます。怒ってないよ。あれ、怒ってないけど、ちょっと今日静かにやってる。大きな声を出さずに。今日何してたの？今日はお仕事してました。止まっちゃいました。止まっちゃいました。今日も一日お疲れ様ね。2万人ありがとうございます。バスケ好き、見る専門。ああお疲れ。お疲れてないよ、全然疲れてないよ。だから配信してるのよ。映画予告ね、昨日見たけど最近見てないかな。最近またね、ちょっとある物語にハマりだして、アニメ最近見れてないな。継続して配給は好きなんですけど、ちょっと今日静かにやってます。静かに配信してます今日は。だからちょっと疲れてるとかテンション低そうに見えるかもだけど、全然だから、全然だよ。アニメ何個見てんだろう。1、2、3、4、5個ぐらいは見てるかな。5個見てない。5個をずっと見てます。いろんなのを回して。あと10分もないで。青森来たことある。この前20枚目の特典映像の撮影で井上さんと美代菜さんと3人で行って、ね、ちょっと驚きなのが、その時たまたまね
ひょっこりはんの話をしてて、そしたら46時間テレビってそんと、そう、まあそう話してたんですよっていう話。うん、コメントが読めない。かわいい、本当にかわいくない？ちょっとさ、どうやって喋るか分かんない、どうやって喋るか分かんない、いつも通りになっちゃうよ。そっか、新学期始まりました。皆様炎上してるでしょうか？炎上してますか？学校生活、新元気だよ。終了いつだって元気なの。心配しないで、終了いつだって元気。そう、みんな心配しないで、私は元気。エンジョイしてるって思うとしてるよ。まだクラスに慣れてないよ。終了は慣れるのに6ヶ月かかります。でも中2は本当に早かった。中2は3日で慣れた一部。一押しの MV、 なんかさ、電子台でやったミュージックビデオ解説はなんかとりあえずこういう感じ、ここが私の見どころですっていう、こんな感じですってこう提示したんですけど、提示したのも、提示したうちの6分の1もないぐらいだから、全然もっとあります。立ち直り中の MV はあれは最高すぎてもう涙もので、見るたびにあれは泣けるからね。受験生になっちゃったよ。大丈夫だよ。私も受験期本当につらかった。もうね、勉強が好きじゃないの私は。なんか凪中さんのやつで頭脳ですごい頭いいんだって握手会とかですごい言われるんですけど、全然そんなことないんですよ。修理本当に頭は良くないの。いや良くないんだよ。なんて言うんだろう、なんかなんて言えばいいんだろう。あと5分だよ。そう、あの言霊法でね、修理がすごく、あのここだけお願い聞いてほしいっていうのが、あの待ち伏せするなんてダメダメの、あのちょっとブレスの使い方をちょっと工夫してみたので、よかったら聞いていただけたら嬉しいです。声が好きって言ってくれてるのに、今日全然なんかかすれ声ぐらい、声が小さいんです。申し訳ない。今度本調子の声の高校生になりました。おめでとう。一生修理も高校生なの。修理は高校、そう、高校2年生になりました。レノンもタマミも高校2年生止まっちゃった。同い年で近いうちに綾野クリスティちゃんとね、早くやりたいねって言ってるんですけど、なかなかもう企画はすごい2人で練ってすごい考えたから、できると思うんだけど、申し訳ないね、今日は急で本当に申し訳ないです。ありがとうございます。寝てる間に喉を、どうやったら寝てる間に喉乾燥しない？マスク、
あと4分だ。志望校合格おめでとう。あ、近かったんだね。修理申し訳ない。固まっちゃった。あれ、こっちか。いっいっ。あ、そうだ、ランデさんと対談したの読んでください。あと今ブムさんが発売されてるんですけど、ソログラビアを載せていただいているのをブログで言えてなくてまた申し訳ないです。発売中なのでぜひよろしくお願いします。ブログ更新しますね。修理からモバメが届くよ、そのうちね。今日生駒さんと話した。何話したっけな。すっごいいっぱい喋るよ。本当によく喋る。琥珀行くよ、ありがとう。鬼やってごらん。やらない、そのうちね。友達の作り方教えて。しゅうりめっちゃ下手ですよ。この前江藤さんに言われた。こんな人見知れない人見たことないと思ったって。なんか何話しても、あ、はい、あ、はいって返しちゃうから。いや本当その通りなんですよ。あ、はい、あ、はいで終わっちゃう。喋れないの上手に。でも握手会だとすごい喋れます。紹介、じゃあ最後に自己紹介するっていう新しいパターンね。あ、2万5000人超えてる。ありがとうございます。急なのにごめんね。久保しおりです。16歳、誕生日7月14日、高校2年生になりました。宮城県出身、大型、乃木坂46 3期生です。20枚目シングルシンクロニシティに収録されている言霊魔法を、与田祐希ちゃん、大園桃子ちゃん、山下美月ちゃんと私4人で歌わせていただいてるんですけど、4人の共通点お答えください。あ、もう出たから、じゃあ配信終了だ。よし、正解は全員が大型ってことでした。3期生で唯一。みんなごめんね、急に終わらせて。また配信するね。よく寝るんだよ。じゃあな、バイバーイ。配信終了になっちゃう。バイバーイ。今日も一日お疲れ様でした。おやすみ。またモバメ送るね。